ねと1万、いいねの差って何だと思いますか？うげ。なんだと思います。1000いいねと1万いいねの差はあとあれだな。9000いいね違うな。まあ、あとはもらいやすさは。質と量どっち派ですか？どっちもいるけど、まあ、量の方が若干。1000と1万の差を聞いた人は、シチュエーションの問題じゃないかな。心理。画力は、ちょっとね、もったいないなと思ってるのが、構図が X 見てるとこうやって流れてくるわけなんだけど、キャラクターがこうやって、こういうのって基本的にバズりにくいですね。バズる人はバズるんだけど、なんか結構バズりやすいやつって、こういうのじゃん。この、イエーイ。何が違うかっていうのは、一目瞭然じゃない。流れに来た時に。わかりやすいでしょ。スマホで見てんだよ。もうこれだけじゃない。いいねを押したくなる。ホームラインスライム。全部、さっき言ったのね、これじゃん。自分ではわからないものだな。で、こういう風に全身描きたいのであれば、例えば、体操座りして、手を置いて、するとか、あとちょっと、顔にするとか。と、もういっぱい描くとか。さらに妄想膨らむ感じだともっと伸びますか。妄想膨らむ感じっていうか、だから、何の絵描きたいのとかっていうのも、でかい。尻も胸もどっちも強調させたいときはどうしますか？そういうときは、まあちょっと難しいけど、胸があって、よくあるやつをこうやってあれでも、ちょっとこんな曲がらんやろって言うけど、こうやってお尻も出して。もっと画面いっぱい描いてみます。まあそういいと思います。